ほら、リーズレット。もうリーズレットさんのことが、ね、町民に知れ渡ってるんですよね。君はリーズレットさんを知ってるか、めちゃくちゃ知ってますよ。一回その人に投資させられかけましたから。ね、ベロニカの献身的な振る舞いで、看病で、なんとかね、一命は取り留めましたが、最近、よく酒場に飲みに来る、そりゃもう超セクシーな女性なんだ。同意。あれはもうセクシーですよね。僕、一目見て恋に落ちちゃってさ、なんとかお付き合いしたいと思って勇気を出して、あ、告白したんだ、もう。告白されたんだ。あなたを愛していますという花言葉を持つ花束も一緒に渡してね。おしゃれ。すごいやん。あなたを愛していますと。それさ、相手も花言葉それ知ってないと意味ないけどね。すると彼女付き合って、それなら、マジか、イオリさんが先にそれすればよかった。それならもうリーズレットの体をね、もう、なめてできたのに。本当か、リーズレット。よっしゃと思ったんだけど、その代わり一つ条件があってね、命をちょうだいとかじゃない。シケスビア雪原にある、三日月型の入江に咲く珍しい花を摘んできてほしいって、お願いされた。へぇー。でも僕の力じゃ、シケスビア雪原なんて危険な場所に行けそうにないから、どうしたものかと。なるほど、その花を取ってこいと。三日月型の入江なんてありました？三日月型の入江。シケスビア雪原の南だね。南の方に行けばなんかわかるのか。なんか飲みに来るっていうのが気になるよね。あの人出歩いていいんやっていう。ここに飲みに来るっていうことでしょう。酒場に。これはでもリーズレットじゃないからな。あ、踊り子さんなんだ。今はいないんだ。あ、魔女の話来た。最近、城に住むようになった魔女。あ、魔女っていうことは知れ渡ってんだ。人間じゃないもんね。かつて見たことがないセクシーさだったぜ。みんな口を揃えて言うね、セクシーだって。まあ、確かにあれはドセクシーよ。ドエロいですよ。あれは酒場のバニーちゃんを超えてるな。でも魔女さんがいくらセクシーでも俺がバニーちゃんのファンをやめることは、いや、そんな。なんかそういうバニー熱をね、そのなんか熱弁するのやめてくれるかな。別にあなたがバニーさんを好きだろうとね、嫌いだろうと私には関係ないですから。ちなみに僕はバニーが大好きです。後ろ見て。もう世界最高峰のバニーがいるでしょ。あれかな、酒場だから、時間帯を夜にしたら飲みに来るのかな。ちょっとやってみるか。飲みに来るって言ってたもんね。さあ、夜にしましたけど、飲みに来てんのかな？ああ、いる！あれ、シャール様もいるじゃん。二人で。マジか。護衛は、護衛いないじゃん。え？シャール様いるよ。この頃シャール様と飲んでる。シャール様飲んでるのは普通のことなんだ。意外となんかそういうのはないんだ。ジョーだからみたいな。ノリも、ノリいいの？バニーちゃんちょっと。そうきますか。リーズレットさんよりセクシーかしら。
うん、セクシー。え、本当にお兄さん優しいのね。お世辞でも、お世辞じゃないっす。今度は嘘じゃないっす。大好きです。主人公めっちゃ見るやん。気持ちはわからんではないけど。え、二人は何の話をしてるんだろう。リーズレット。そういえばシャール。あんたが、好きだ。え、マジか。恋話してんの？好きだって言ってた衛兵のことはうまくいってるの？もうシャール様そういう人いるんだ。うーわ、マジか。ちょっとショックだな。それはその、ふーん。何にも進展ないわけね。ちょっと時間をかけすぎじゃない？うかうかしてると他の女に取られるわよ。いやー、シャール様。身分を超えてっていうね。でもそういうなんか身分っていう障壁がある方が恋ってね、燃え上がりますから。でもそんなこと言ってもちょっとシャール様は奥手なんだ。ああ、もうじれったいわね、シャール。あんた可愛いんだよ。お前、ほんまね、もうなんだよ、リーズレット。もうちょっと自信を持ちなさい。これはシャール様、自己肯定感すごく爆上げするだろうな。お前、自己肯定感開けたいからリーズレット助けたんじゃないか？お前もしかして。可愛いって言われたいからじゃ、違うのか？あと主人公にも触れろ、お前。こんなに近くにいるんだから。にしてもやっぱリーズレットはエロいな。ねえ。でもこれ、この格好じゃ、USJ 行けないぞ、リーズレット。下着ユニバだっけ？あれがダメですから。ねえ。すごい曲線美が。さあ、あれだ。クエストで、ね、依頼されたあの花を探さないと。ちょっと雪だるま壊しますけど。えい、俺は悪魔の子だ。俺の血は漆黒だぞ。シケスビア雪原、南って言ってたっけ？南って言ってたよね、あの男性。うん、あの森とは別の方向に行けばいいのか。こっちだよね。おっと、この先か。この先を抜けて、シケスビア雪原、南に出ると。三日月。ちょっとわかんねえな。何をもって三日月って言ってんだろう。まあ、形状だとは思うんだけど。シケスビア雪原だから、このマップ内のどこかっていうことだよね。三日月。三日月。まあ、ちょっとあのキャンプ地まで行ってみるか。キャンプ地こっちか。ちょっとルーラ登録しときたいな。おっと、危ない。太鼓持ってんじゃないよ。危ないな。当たるでしょ、太鼓が。よし。ここで休んで、まあ、休まなくても多分ルーラ登録はされると思うんですけど、で、三日月だよね。ちょっと待って、もう一回確認しようか。クエスト。シケスビア雪原の三日月型の、三日月型の入り江か。入り江か。っていうことは水辺か。三日月。いや、この先じゃなくて、この先じゃなくて、あの丸みのあるところのことを言ってんのかな、三日月って。まあ、三日月って言われたら三日月に見えないこともないから、ちょっとあの部分に行ってみましょうか。わかんないけど。ああ、これ、この先に
行きたいんですけど、これなんか乗り物になるモンスターで壊さないとダメなんだ。この太鼓持ちは違うからな目立つけど、さっきなんか、あ、これか。こいつでも光ってねえな。光ってないと倒した後乗り物になってくれないんだよね。あ、こいつ光ってるわ。よし。いやー、そんなたくさん、一匹でいいのに3機もいらないよ、エヴァじゃねえんだから。エヴァも初号機だけあればいいんだよ。よし、ガンガン行くぞ。よし、強くなれたみたいです。せいにはレベルアップね。29。さあ、これでこれに乗るのか。うわ、なんかくぼみが頭のところにくぼみができてる。ここにスポット、まさかお前収まっちゃったえ、こんなでかかったのこれ、サイズ感マジか、すげえな。ダッシュで、うわー、ちょっと足さばきが軽やかすぎないかこれちょっと図体に対してさ、比重なんていう、この重量感に対してこの足の動きが合ってないよね。ほら吹っ飛ばしちゃった。これも馬と一緒なんだ。壊せる。あ、突進するんだ、これで。はっ。おい、壊していく。あっと、敵がいる。つららスライム。さあ、多分三日月、この先じゃないかなって思ってんだけど、違うのかな。うわ、普通にトロルが。ここがさ、なんか三日月って言ったら三日月に見えない。あ、入り江だしね。あ、ここじゃないか。あ、なんか光ってる。オッケーオッケー。あ、これだ。これだ、これだ。やったぜ。あ、無事手に入ってよかった。よし、じゃあ、うん、そうだね。酒場の若者に届けてあげましょう。これ、このままルーラしたら、これあれかな、乗り物だけその場に残っちゃう的な。あい誰が処理するんや不法投棄と変わらんぞ、あれは。中身抜けちゃったらさ、もうあれ意思ないんでしょ。まあ、トロルがね、使ってくれりゃいいけど。よし、あの青年に届けましょう。あ、え、あれ、どうした。あたし乾杯ねってなるわ。あたしセクシーさでは誰にも負けない自信があったけど、リーズレットさんを見て考えを改めた。え、あんなにセクシーな人がいるなんて夢にも思わないじゃない。どう見ても私の乾杯よさ夜の時とは全然違うじゃん、テンションが。なんだよ、メンヘラかお前。さあ、どうなるのかな。恋は進展するんでしょうか。いや、君か、その顔はもしかしてついに例の花が手に入ったのかい。はい。うん、もう、どうなるんだろう。進展する？これがリーズレットさんが言ってた花か。月の光を受け、あ、雪原に咲く白い花。なんでこれをリーズレットは求めてんだろうな。なんか理由がありそうだよね。これで彼女と付き合え。いや、待てよ。あ、なるほど。おしゃれな返し方か。なんか、この人が送った花の、花言葉は、愛してますだったっけ？対して、この花の、未熟。うわ、おしゃれな返し。マジか。そうか。彼女は僕が自分で行かないことまで見越して、あんな条件を出したのか。なるほど。
あ、確かに好きな人のお願いを見知らぬ他人に頼むなんて、彼女の言う通り僕は未熟だ。でもいつかこの花を自分で取りに行けるぐらい強くなってリーズレットさんを振り向かせてみせるよ。いやー、自分の未熟さをね、素直に認められる点でも、点だけを取ってもね、評価できますけどね、なかなかね、そんな自分は未熟だって認めらんないよ。レシピブック、いやー、どうなんだろうな。この人の恋がね、成就してほしいですが、それこそね、種族を超えた恋ですよね。人間と魔女、あの機内ユキとロミア、そして、主人公とブリジット、それに次ぐビッグカップルの誕生を願わずにはね、折れませんね。いや、ブリジットと付き合ってねえし俺。もっと言えばね、機内ユキもロミアもあんなことになってね。さあ、これでクレーモランのね、クエストすべて消化できたので、まあどっちもね、なかなか興味深い、いい感じのクエストでしたね。面白かった。さあ、それじゃあここからストーリーを進めていくんですが、ベロニカによると、まあ6つのオーブが集まったので、それを始祖の森にある祭壇にまあ捧げて命の大樹へ行きましょうという感じなんですが、その始祖の森はね、シケスビア雪原を東に抜けた先にあるということなので、行ってみましょう。シケスビア雪原、さっきのだから三日月の入り江のところに行けば、あっちの方面に行けばいいんだよね、おそらく。で、東に抜けるだから、あのゼーランダ山、あそこに行けば、あ、もうあれだ、ルーラでキャンプ地まで飛べばいいんだ。ここだね。さあ、で、このキャンプ地からゼーランダ山に向かえばいいんだね。こっちか。あ、なんか凍ってるな、寒いから。あ、なんかあの出っ張ってる氷のところなんかいるな。あれもモンスターか。え、モンスターだよね。降りれる。うぃ。あ、ドラゴン。ドラゴンじゃねえか、これ。あの、あれだ、日本昔話のオープニングに出てくる。あのドラゴン感がすごいけど。なあ、せいにゃ、なあ、あれだよ。日本昔話のあれだよね。この角みたいなところに、あの太鼓持ったさ、なんか人間かどうかわかんないおぼしき、ね、キャラクターがまたがってる。はぁ、あ。なんでこんなところに。ちょっとキラキラないか。キラキラはないか。モンスターだけか。これ、このキラキラは違うのか。あ、このキラキラはなんか、あれか、光に反射しての。あ、おお、おっと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 、ラッコには負けないぜ。おっと、おっと。出た、出た。ラッコアーミー。顔色が悪いからな。あ、この竜はちょっと気になるけど、今はちょっと先を急ぎましょう。遊んでる場合じゃないんだ。うわー、待ち伏せは卑怯。それはダメ。確かにさ、ナルトでも待ち伏せは有効だってなんかね、言ってたけど、待ち伏せだとさ、なんか実力差が補えるみたいなことなんか言ってましたけど、
確かにビビったからな今トロルいるってなって、この先だな。あ、始祖の森出た。あ、ラムダもあるな。ラムダはセーニャとあれだ、ベロニカのふるさとだよね。会話変わるか。あ、変わる。ベロニカ、これから行く場所であんたはどんな反応するかしら。あのね、このゼーランダ山を登った先にはうふふ、なんでもない、ついてからのお楽しみ。お前抱きしめてやろうか。かわいいな、こんちくしょうがかわいすぎるぞ。生まれた場所なんだよね、生まれ育った場所なんだよね、ラムダ。セーニャもそうじゃない。あら、どうした、このゼーランダ、あ、山じゃないんだ、ゼーランダ山を越えていけば始祖の森までもうすぐですね。うふ、なんだか楽しみですわ。そっか、二人はちょっと馴染みのある土地感のあるところなんだ。神、もうすぐ始祖の森だな。苦労して集めた6つのオーブをいよいよ捧げる時が近づいてきたぜ。捧げたらどうなるかっちゅう話ですけど、ね。さっきお空を見上げてみたら大樹ちゃんが随分大きく見えたのよ。そろそろ世界の中心が近いのかしら。いおりちゃん、油断しないで気を引き締めていきましょう。はいよ。よし。魔女との戦いには苦労をさせられたが、無事ブルーオーブを手に、ブルーオーブが手に入って安心したわい。結果良ければ全てよしじゃ。魔女の戦いは結構前だからな。もういいの。マルティナ、クレーモランも寒い国だったけど、ここはまた、まだ違う寒さがあるわね。あ、標高の高さから来る寒さか。確かに雪はね、ないけど。うわぁ、あれギガンテス。だよね、あれ。違ったっけ？あれ、あれだよ。メダジョのさ、給食作ってる人がね、若い子たちの胃袋はギガンテスに匹敵するみたいな会話あったじゃんか。ギガンテスこいつですよ。こいつに匹敵します。メダ状の女の子たちの、生徒たちの胃袋は半端ないぜ。めっちゃいるやん。うわ、動く石像もいる。明らかに不自然では。突っ切っていく。あれ、突っ切っていけないのか。あー、なるほど、降りないと。おっと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 、ちょっと待ってね。動く石像来てないか。先を急ぐぞ。あ、また乗り物あるじゃん。この上になんかあるのか。あるな、絶対あるわ。ちょっと光ってるやつ倒そうぜ。なんでまた3体。もうエヴァじゃないんだから。もう初号機だけで十分なのよ。これで乗って、この上になんかあるんでしょう。よいしょ。え、いけないの？嘘やん。え、嘘。衝撃。何のために。え、え、嘘やん、マジで。どっか高いところ、一段高いところから行くんじゃないの？マジか。え、ここじゃないんだ。絶対、絶対行ける感じしたやん。マジで。騙された。こことは違うところになんかあるのか。こうやってわざわざ乗り物をさ、乗り物になるモンスターを配置してるっていうことは、これを使って何かできるギミックがあるっていうことでしょう。逆にないとか。いや、絶対ここだよな。あのヨッシーみたいに乗り捨てできないのかな、この飛んだところで。ここで乗り捨てて主人公たちだけ行くみたいな。あ、ここか。あ、ここだ。わかった、お母さん。わかった、行けた。お母さん行けたよ、イオリ。マジか。
なるほど。え、こっちから降りるっていうことか。わお、力技じゃなかった。これでここは何もないのか。何もないね。さらにこっち行く感じか。すごいやん。こっちか。キラキラはあるな。キラキラだけとか言うなよ。え、いやまさかですよね。おっと、ここら辺に宝箱が。え、あれ、ユージ、堀さん。え、ちょっと待って、もう一回確認しよう。そんなはずはないって。ここまで登らせといて蝶の羽とか、冗談きついぜ。マジか、本当か。え、マジ本当に宝箱とかない。え、まさか堀さん、ここから見る絶景がプレゼントだよみたいな。バカ野郎が何やってんだよ。え、レシピブック置いとけお前。あ、こっちからもしかして行けるのか。いや、まだ続くな。旅は続くぞ。なるほど。はい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 。一周するのか。なるほど。あ、この上だ。この上にあるぞ、宝箱。ほら！あの、さっきは堀さんごめんなさい。ほら。あ、チーメダか。いや、チーメダいいんだけど。もっとなんかレシピとかかなってなんか思ってて。チーメダでしたか。なるほど、なるほど。まあちょっとぐるっと一周しようか。あ、一周というかこれが正規の道なのか、もしかして。そういうことだね。はあ、なるほど。危ない。ここをさらに登っていって、そういうことだよね。これが正規の道なんだよね。ほらほら、橋があるし。へえ。うわ、音楽変わる。うわ、着いた、聖地ラムダ。うわ、大聖堂とかある。あ、祈りを捧げてるね。信心深い。なんだか今までとは空気が違うわね。険しい山道を抜けた先にこんな神秘的な場所があるなんて。なんかちょっとした静寂感がある、落ち着いた雰囲気のあるところですね。まあ明らかにあのプチャラオ村とは正反対よ。マルティナさんたら、自分の故郷を神秘的なんて言われると可愛い。可愛いが止まらないぜ。